今回は日本語クイズです。問題は全部で5問あります。制限時間は10秒となっています。それでは問題を始めます。失笑の意味はどちらが正しいでしょうか。正解は思わず笑ってしまうです。他人の失敗や間違いを目撃して呆れて笑うことを失笑というのは誤りです。おかしいのを我慢していても思わず笑ってしまう、吹き出してしまうという笑いを意味します。潮時の意味はどちらが正しいでしょうか。正解はそのことを行うのにちょうどいい時期です。潮時は諦めるべき時期、身を引くべき時期という意味ではなく、ちょうどいい時期が正しい意味ですので、そろそろ潮時だというのであれば、もうダメだ、諦めようという意味ではなく、ここで諦めるのが最もいい時期だという前向きな心情を意味する言い方になります。補足の意味はどちらが正しいでしょうか。正解は間に合わせ、その場しのぎです。相手が卑怯な行為をすることを責める言い方として、姑息なやつだというのは誤りです。姑息はその場しのぎであることを意味しますので、姑息なやつだというのであれば、その場しのぎのいい加減な対応を責める言い方になります。なし崩しの意味はどちらが正しいでしょうか。正解は物事を少しずつ済ませていくです。なし崩しは曖昧にする、適当にするというニュアンスがありますが、これは誤りで、物事をじっくり少しずつ進めていく様子を意味しています。気の置けない人の意味はどちらが正しいでしょうか。正解は気を使わなくてもいい、親しい間柄の人です。気を置くというと、言葉のイメージから油断した姿を見せられるような親しい相手という意味と勘違いしがちですが、実は反対の相手を余計に意識してしまう、相手に遠慮してしまうという表現です。そのため気の置けない人は気を使わなくてもいい相手を意味します。以上で問題は終了です。最後までご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録で応援もよろしくお願いいたします。それでは次回の挑戦もお待ちしていますね。おまけ問題を出題します。片付けに困るお母さんのイラストです。3箇所の間違いを探してください。
この問題の答えはクイズキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に URL を記載していますので、答えをチェックしてみてくださいね。